はいどうもポンポンです。昨日休館日やったから今日は朝から飲みたいんです。朝から酒飲むよ。朝からお酒って思う人いるかもしれへんけど、一日のモチベーションは朝で決まるもんやん。朝テレビの星座占い悪かったらなんとなくテンション下げて家出てしまうやんかって言いながら家出て10分ぐらい占いのこと忘れてるけど、ということで朝10時の開店前から列を作る激世話立ち飲み屋に行きます。また10分で開店です。はい、ブラックティー梅田に着きました。いろんなモーニングを置いてるカフェをいくつも通り過ぎ、到着したのはここ。すごい歴史長すぎ。どうもお待たせしました。失礼します。はい、いらっしゃいませ。一番のいい。はい、いらっしゃいませ。どうしましょう。これもね、上2段の洗い物です。はい、ラッキーメガメガで、はい、つけました、はい、メガラッキーじゃーん。メガラッキーやよー。新メニューですね。ここからここが一番新しいメニュー。ふざくから、ふざく。唐揚げ屋さんでは季節によってメニューが結構変わるみたいで、肉吸いは10月限定、11月になったら湯豆腐が出てくるらしいです。メガラッキーハイボーです。どうぞ。オーシャンラッキーゴールドっていうウイスキー使ってまして、メガラッキー、はい、オーシャンラッキーゴールドっていうところのラッキーを持って、はい、ラッキーハイボー。なんか朝からいいことありそうです。どっかのテレビ行こう。YouTube、 こちらラッキー、こちらですワンコインです。それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。すいません。めっちゃ気持ちいいだな。なんか珍しいな。何を好きですか。たこ焼きやサラダ、土手焼きは絶対食べないとなと思ったんですけど、推しがあるんですか。定番の一品でね、自家製のポテトサラダっていうのがあって、普通のポテトサラダにプロセスチーズが入ってて、面白かったら食べてみてよ。その自家製ポテサラと、たこ焼き屋の土手焼き、だし巻きもお願いします。だし巻き温めますか。はい、お願いします。たこ焼きは麺、よく揚げ、赤ウイン。あ、揚げてるんですか。そうそう、普通ね、焼いてるだけですもんね。よかったら1個食べてくる。え、そんななんかいいんですか、あっさりと。すいません。まだお箸使ってないんで。使ったら大歓迎。すいません、いただきます。大丈夫、大丈夫。酒場あるある。ウインナー、酒飲みの定番ですね。お姉さんの名前がレイランダー。レイランダーって言うんですよ。レイランダーよく言われます。注文して3分ぐらいで当てが揃いました。綺麗なだし巻き、赤垣屋さん名物の土手焼き、これだけで酒がすごい。自家製ポテサラ、お隣さんにプレゼントしていただいた赤ウインナーからいただきます。うん、うん、ウインナーって揚げたらこんなに美味しいでしょ。はい、ふわっと柔らかくなるんですね。わー、赤ウインナーは家で揚げてみよう。赤ウインナー基本は揚げで出てくるそうで、焼きが食べたい方は焼きで注文すると焼きでも出てくるそうです。嬉しい。今回欲しいのったら横揚げ。あ、それもいけるんですか。そうそう、横揚げがおすすめです。チーズが入ってることで滑らかな仕上がり。私は結構食もメインで食べる派ですけど、酒メイン派の方はポテサラと赤ウインナーだけで多分めっちゃ進むと思います。オープン20分でカウンター1列全部埋まってます。店の方のこの換気がいいですよね。朝10時台ですけど朝から元気もらえちゃう。ウォークマスターのハイボールは5合目、7合目、3丁と選べるらしくて、エベレストがトリプルで90ミリ、ほとんど炭酸とウイスキーが1対1ぐらい。トリプルは結構多いんで、チェイサーで一緒に炭酸水一緒にお付けして。あー、その辺も泥酔しないように気を使ってくださってるんですね。なのでハイボール好きの方必見。お菓子屋、お菓子屋行くよ。
バレてぇな。白味噌仕立てで甘くて美味しい。赤垣屋さんって10月からお酒類は値上げされたんですか？10月は頑張ろうと踏みとどまっているので、じゃあ10月は据え置き価格で。出演してる中だと大体2、30円は全体的に上がってますね。了解。稲葉うち部内の白味噌好きで、お正月に食べるお雑煮は白味噌のお雑煮なんですよ。これって地域によって違うと思うんですけど、皆さんは何系のお雑煮ですか？なんだろう。赤垣屋さんのロテ焼きは大根や骨も入っているので、嬉しいにいただきます。2階ぐらい、2階になる。お手が100円台になって、量も1人用にちょうどいいので、1人並みのディズニーランド。赤垣屋さんで朝飲みしたいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。週何回とかもらえるんですか？